はい、ではよろしくお願いします。聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日は、性別に違和感を持つ子どもたちのことということでね、お話をしていきたいと思います。性別に違和感を持つ子どもたち、広い意味にすると、性的マイノリティの子どもたちということになります。そしてね、今回の主題、今小森さんがお話ししてくださった、いじめ問題ということで、どういうね関係があるかというと、実はねこんな調査があります。性的マイノリティの学校生活でのいじめ被害の経験を聞いています。学校の中でいじめ被害に遭った経験があると、答えている当事者の割合ですけれども、10代と20代の当事者で半分ぐらい、30代から50代以上の当事者ではね6割以上というね高い率に上っています。今日はそんな学校の中でねサバイブしている、性別に違和感を持つ子どもたちのことを、僕の子ども時代の経験とか、いろんなね、調査結果などをご紹介しながら、性の多様性というキーワードとともに考えてみたいと思っています。トークセッションを含む今日のこの時間がすべての子どもたちの生きやすさにつながるような、そんなきっかけになったらいいなと思っています。よろしくお願いします。では初めに僕の自己紹介からしていきたいと思います。名前は鈴木源と言います。静岡県浜松市の、天竜区春野町というところに住んでいます。趣味は、外に飲みに行くこととかね、家がそっちの写真が、僕の家なんですけれども、築150年というね古い家に住んでいるのでね、メンテナンスをしながら住んでいます。仕事は竹のカバンを作っています。地元のね竹を切り出してきて作って売って修理などね山の中で一人でやっています。ちょっとね突然なのですが、クイズをしてみようかなと思っています。僕のね子どもの頃クイズです。4枚ね写真をお見せします。その中に1枚だけ、僕のね子どもの頃の写真があります。さあどれでしょうかというね、クイズをしてみたいと思います。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。このね、4枚の写真の中で、僕のね子どもの頃の写真これだっていうところで、拍手をしてもらおうかなと思っています。ちょっと考えてみてください。いいです。決めました。1つ選びました。いいです。じゃあちょっと聞いてみたいと思います。1番だと思う人、いませんね。2番だと思う人、ありがとうございます。3番だと思う人、ありがとうございます。4番だと思う人、ありがとうございます。2番、3番、4番が同じぐらいな、感じでしたね。ありがとうございます。じゃあ答えはじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、2番でした。これがね僕が保育園の頃の家族旅行のね写真でした。僕は女の子として生まれてきました。そしてね今は男性として生活をしています。こんな風に性別を移行する人たち、出生時の割り当てられた性別と性自認が異なる人のことをねトランスジェンダーと言います。トランスジェンダー大きくね2つのあり方に分けられます。出生時の割り当てが男性で、性自認が女性の人たちのことをねトランス女性とかトランス女子と言います。一方出生時の割り当てが、女子で、性自認が男性のことをねトランス男性とかねトランス男子というふうに言います。
なので僕は、トランス男性ということになります。出生時の性別って何なんだっていうこととかね、性自認って何なんだみたいな話はね、後ほどしていきたいと思います。そして性別は必ずしも男女2つに分けられるわけではありません。それについてもね、後ほど、ご紹介をしていきたいと思います。僕が主催している会です。浜松 TG 研究会と書いて浜松トランスジェンダー研究会と言います。浜松近郊で生活をするトランスジェンダーと仲間たちの集まりになります。性別を超えて生きる仲間たちの今日より明日が少しでも生きやすい社会になるように、足元から具体的に変えていく草の根的な活動をしています。どんな性のあり方も輝く社会を目指しています。大きく分けて4つのことをしています。1つ目がみんなの居場所づくり部です。当事者を中心に2ヶ月に1回浜松市の公共施設に集まって、みんなで話をしたり情報交換をしています。最近は子どもたちの居場所とか、保護者の居場所なんかもやっています。2つ目が出張の LGBT 講座です。学校や教育委員会、企業の研修、人権講演会などに呼んでいただいて、性の多様性についての、講座をしています。3つ目が行政との共同です。県や市と一緒にパートナーシップ制度や、行政職員の指針やマニュアル作成など、多様な性を前提とした行政の仕組みを一緒に考えるようなことをしています。4つ目が、相談事業です。保護者や先生をはじめ特に当事者の子どもたちから、今現在苦しんでいる困っているという相談を受けて起きていることの整理をしながら具体的な問題解決をするような、そんな、ね、お手伝いをしています。その他には、特例法改正へのアクション、これは、戸籍の性別変更の、法律を変えるための、ね、裁判をしていたりだとか、制服選択制への提言、これは特に、公立の中学の、制服を選択制にするための、活動をしていたり、医療との連携なんかも、ね、しています。今はね、そんな感じで、活動をしながら生活をしている僕ですが、じゃあ子ども時代ね、どうだったのというところのね、話を少ししてみたいと思います。僕は1974年浜松市で会社員の両親と建築業の祖父母のもとに長女として生まれました。初めて自分の性別を意識して諦めたのが4歳の時でした。とてもやんちゃだったので、周りの人たちからお母さんのお腹の中におちんちんを忘れてきたねとよく言われていました。当時は僕におちんちんがないのは忘れ物をしてきた自分が悪いんだと真に受けて諦めの気持ちがありました。性別に関しては女の子とか男の子とか、全くピンとこないけれど、とにかく女の子と言われたらそっちに行かないといけないんだ、先生や友達に変な顔をされてしまうと、そんなふうに感じていました。小学校に入るときに祖父が赤いランドセルを買ってくれました。赤はちょっと違うなと思っていましたが、いつもは厳しいじいちゃんからのプレゼントだったのでとても嬉しかった記憶があります。小さい頃から将来は結婚はしないから、赤ちゃんはいらないからと言っていたみたいです。自分がこう大人になって化粧をしたりだとかスカートを履いて女性として仕事をしたり、母親として子育てをするような未来が全く想像できませんでした。で、高学年になって、サッカーとかね、野球が好きになりました。スポーツ少年団に入りたいと思っていたけれど、女子はダメと言われることが嫌で口には出しませんでした。僕にとっては女子はと言われることは自分が女子だということを他の人たちから突きつけられることなので、一番嫌なことでした。
男友達がとてもたくさんいたので、誕生会とかに女子一人だけ呼ばれるようになると、他の女の子たちから、おかまとかお鍋とか男女と言われ始めて、自分はちょっと変なのかな、ダメなことなのかな、そんなふうに思い始めました。そしてこの頃に初恋を経験しました。女子の友達には陸上部で足の速い男の子のことを好きだ話しながらも、児童会のね、顧問の女の先生のことがね、密かに好きでした。大掃除の準備をした時にワックス倉庫で先生の手伝いをしながらね、こうドキドキしたことをよく覚えています。そして中学に入ると、友達関係では小学校から続くこう女子としてのズレのようなものがね、大きくなってきました。こう女子の中での流行りもののこう約束事みたいなことだとか、あとトイレに行く時の、女子特有のこうグループのルールのようなもの、そんなものがこう、理解できなかったりだとか、水泳の授業では、水着やね、更衣室が苦手ということもありましたが、無駄毛の処理をする意味が分からなかったりだとか、羞恥心のようなものが薄かったりだとかしていました。で、他にもいろいろあったような気がしますが、一つ一つは小さなことですが、でもこう確実な女子としてのズレのようなものや、おかしさのようなものが多感な時期のいじめやいじりの原因になっていきました。毎日の、ね、制服、これも、とても大変でした。そもそも中学の制服を着るための心の準備を始めたのが小学校4年生ぐらいからでした。周りの大人から中学に入ったら制服のスカートを嫌でも履かなくてはいけないと言われて、制服への魔のカウントダウンが始まりました。小学校の行き帰りにすれ違う女子中学生のセーラー服を見ながら、中学に入ったらこれを着るんだ、着ないといけないんだとね、こう毎日自分に言い聞かせていました。で、中学に、入ると、こういわば女装で3年間、生活しなければならないということで、これはね、僕にとってはかなり大変なことでした。朝鼻血が止まらなかったりお腹が痛くなったりしながら、でもね、自分の存在を消しながら、学校に行く、そんな毎日でした。セーラー服を着てね、こう学校に行かないといけない、呪いのようなものにかかっているので、不登校という選択肢が自分の中にはありませんでした。毎日学校では女子として息をしていることと女子として机の前に座っていることでね、精一杯でした。一方ね、高校時代はものすごく楽しかったです。中学の延長の高校生活は耐えられないと思っていたので、県外の全寮制の農業高校というちょっと特殊な環境を選択しました。一学年20人という小さい学校で男女ともに兄弟のように仲が良く、何よりも公立の学校のようにこう地域カテゴリーの集団ではなく価値観の方向性が似通っている、仲間や先生たちと切磋琢磨する学校生活は、かけがえのないものでした。しかしそんな環境の中でも性別の苦悩がたくさんありました。寮やお風呂の問題、トイレや体の発達のことや恋愛のことなど悩みはつきませんでした。じゃあね、この頃僕が性別のことをどう思っていたかというと、人には言ってはいけない、絶対にバレてはいけないと思っていました。先生や親が困る、周りに変に思われる、そもそも解決策がないのだから、考えないようにしよう、そんなふうにね、心に決めて毎日を過ごしていました。そして20代の頃には自分には性別がないんだというふうに思っていました。生まれてから一度も自分のことを女子だと思ったことはないし、かといってこんな体で男とも思えないし、恋愛対象も性別関係なく好きになるし、こんな変な性別の人は世の中に自分一人だ、そんなふうにね、本気で思っていました。
その後いろいろな経験を重ねながら大人になって、40歳で、専門医を受診し、ホルモン治療や乳腺摘出など体の治療を開始しました。治療を始めてからね、びっくりするぐらい生きやすくなりました。見た目と自分自身で認識している性別が一致しているということが、こんなにも生きやすいんだということをね、初めて実感しました。そして、2020年4月、浜松市パートナーシップ宣誓制度の第1号として、女性パートナーと、夫婦になりました。パートナーシップ制度ってね、何のことかというと、日本では戸籍が同性同士の、ね、婚姻が認められていません。一方で同性同士のカップルやトランスジェンダーのカップルはすでに存在し、共に地域で生活しているという、ね、実態があります。そこでこれらの男女の婚姻関係と同じ程度の実質を持つ2人の間の関係を、自治体が公認するものとして、つまり、多様なカップルの存在そのものを公認する制度として作られたのが、パートナーシップ制度ということになります。ここ日野市でもね、今年の4月1日から、この制度がねスタートをしているので、皆さんも、ご存知かと思います。複数のね当事者と一緒にこう検討委員会が開かれていて、あの中身もねホームページの方で公開されていました。こういうね丁寧なあのプロセス、あのその取り組みがとてもいいなと思って、ホームページの方を見せていただきました。そして東京都でもね、昨年の11月からこの制度ねスタートをしています。僕が子どもの頃にはね、諦めの気持ちもあって、なんとなくこう幸せに生きられないんじゃないかな、不安に思うこともありましたが、今は山で生活をしながら、パートナーシップ制度等を利用しながら、妻とねぼちぼち、楽しく暮らしています。というのがね、僕の子どもの頃を中心にしたね自分史でした。でここからは、トランスジェンダーの子どもの頃の経験ということで、岡山大学ジェンダークリニックの調査を中心にしながらね、見ていきたいと思います。性別いわ、昔の性同一性障害のことですが、その当事者に小学生の頃に、性別に対する違和感を自分の言葉で伝えられましたかという質問をしたところ、トランス女子の 93.5%、トランス男子の 82% が伝えなかった、もしくは伝えられなかったと答えています。そして性別の違和感を自覚し始めた時期はという質問に対しては、中学までに約9割が性別の違和感を自覚しており、生まれた時からや物心ついた頃からと答える例も多く見られました。性別違和を持つ当事者の経験として自殺を考えたことがある 60%、 自殺未遂をした 30%、 不登校になった 30% などが挙げられています。最も死にたいと思う気持ちが強かった時期はという質問に対しては、中学生の時期を挙げた当事者が一番多くいました。二次性徴により望まない性の特徴が現れ、さらに制服の強制、恋愛の悩み、部活や進学の悩みが重なっていました。2番目に多かったのが大学生や新社会人の時期でした。実感している性別での就職が難しいことや恋愛や結婚などつまずく体験をしていました。多くの当事者が幼い頃から性別への苦痛や違和感を抱え、生きづらく死ぬことまで考えているにもかかわらず、その理由を自分の口で説明したり相談できる当事者はほんのわずかでした。加えてもう一つ、昨年リビットという団体が、LGBTQ の子ども若者調査2022というアンケートを実施しています。
その中で、10代の子どもたちに、過去1年間で自殺を考えたことがあるかという質問をしたところ、あると答えた子どもたちの割合が、自殺念慮で 3.8 倍、自殺未遂で 4.1 倍、性的マイノリティの子どもたちの方が高かったという報告があります。そして不登校の数ですけれども、全国平均と比べると中学生で 5.4 倍、高校生で 10.6 倍高かったという報告があります。そして自分のセクシャリティ、性のあり方全般について、教職員へ相談できるかという質問に対しては 93.6% 相談できない、保護者へ相談できるかという質問に対しては 91.6% 相談できない、そんな、ね、調査結果が出ています。これらのことから性的マイノリティの子ども時代の困難が見えてきます。一つ目、自分を受け入れにくいです。幼い頃から感じている違和感が社会の中で想定されていないことが多いです。同性婚や性別の変更など生きるために超える社会の側のハードルが高いです。覚えていただきたいのは、高いハードルを超えなくてはならないその責任は社会の側にあるということです。トランスジェンダーや両性愛者、同性愛者の子どもたちの責任ではないということです。2つ目、日常生活自体が難しいです。トイレや制服、性別の扱われ方やいじめなど困難がありました。約7割の LGBT の子どもたちが暴力、いじめを経験しているというデータもあります。健康や命に関わる問題です。セクシャリティを理由にしたいじめなどの問題は友達同士の思いやりや道徳の授業で解決することではありません。ある特性を持つ子どもたちに対しての人権侵害が起きているという人権課題そのものの話です。トイレや制服も含め具体的に生活環境を改善する必要があります。これは大人の責任です。3つ目、なかなか相談できないでいます。普通の人として振る舞えない自分はダメだと思っていて一人で抱えています。勇気を出して相談したとしても今だけやわがままと言われ誤解や偏見にさらされます。子どもたちの周りにいる大人が性の多様性について知らないということは当事者の子どもたちが相談できないだけではなく、その子どもを社会からの偏見や差別の被害者にします。同時に周りの子どもたちを加害者にしてしまう、そんな可能性を意味します。4つ目、将来をイメージしづらいです。生まれた時の性別に従って働く、家族を持つことなど、大人になること自体に漠然とした不安がありました。多様な性を前提としたロールモデルとつながることが難しいです。同じ特性を持つ大人に会ったことがない子どもたちは自分の将来に対しての明るいイメージが持ちづらく、子どもによっては僕は大人になれないと思っていた、大人になる前に死んじゃうんだと思っていた、という話が、ね、出てくることもあります。このように、性別のことは子どもの生活の中で毎日常に関わってくる大問題だということが言えます。今ね、性的マイノリティであることをカムアウトして生きようとしている子どもたちたくさんいます。その子どもたちが学校の中で自分らしくあるということがどれだけ大変なことか、社会から前提とされていない性を生きるということが当事者の子どもたちの勇気と忍耐と努力がどれだけ必要なことか思いを寄せていただけるといいなと思っています。ここからは性のあり方をより自分ごとにしていただくために4つの性の側面としてね、捉え直してみたいと思います。4つの性の側面です。1つ目は性自認です。自分の性をどう実感し体験してきたのかということです。
私は女子です、僕は男子ですとすぐ答えられる人もいれば、どちらかというと女の子だけど少し男の子っぽいかな感じていたり、男子でも女子でもないですとか、男子女子両方だと思っていますとか、分からないですとかね感じている人もいます。どれが正解でどれが間違いということではありません。2つ目は戸籍の性別です。登録上の法的性別のことです。主に出生時に外性器の形をもとに医療者が判断し、男女どちらかの出生届が出され戸籍や住民票に反映されます。これを出生時に割り当てられた性別とも言います。3つ目は社会的な性です。服装や髪型みたいに自分の好みで変えられる部分もあるし、仕草や言葉遣いみたいに意識して変えにくい部分もあります。女の子らしい男の子らしいみたいな規範も含みます。最後はね、性的指向です。好きになる相手の性別のことです。男子として女子が好き、女子として男子が好き、男子として男子が好き、女子として女子が好き、性別関係なく好きになったあの子のことが好き、恋愛としては誰のことも好きにならないかなとかね、いろいろあります。そしてこの中で、その人の性別を決定づけるもの、これが性自認です。性自認とはジェンダーアイデンティティの日本語訳です。本人が一時的にそう思っているだけを意味するね、自称ということではありません。性自認は女性ですといえば、男性が今すぐ女性用のトイレやね、更衣室に入れるかのような言説が、特にネットの中に流れていますが、それは明らかな間違いです。性別を移行して生きるトランスジェンダーの子どもたちは毎日の生活の中でこう社会を鏡のようにして、一つ一つ丁寧に自分のことを確認し、傷つきながら、ジェンダーアイデンティティを作る経験をしていきます。性自認には社会に自分を合わせていく時間をかけた丁寧なプロセスと体験を含んでいるということをね、知っていただきたいと思っています。そしてこの4つの性のあり方、これは性的マイノリティ当事者だけが持っている特別なことではありません。女の子として生まれてきて女性として生きているあなたも、男の子として生まれてきて男性として生きているあなたも、異性愛者として恋愛や結婚をねしているあなたも、全員この4つの性の側面、これを持っています。すべての人が多様な性の当事者ということです。トランスジェンダーのね、僕から伝えたいこと、それは性の多様性が尊重される社会はあなたが大切にされる社会だということです。性別に違和感があってもなくても、すべての子どもたちが等しく安心安全で、笑顔で生きられるね、そんな社会であってほしいと思っています。